蝶そのものの魅力を引き出すこと、一番綺麗に見える瞬間であったり光線であったり背景であったり、そういうものを引き出すのが自分の役割かなと思ってます。野鳥というのは人に対して警戒心を持っているので、なかなか近づかせてくれないんですね。さらに被写体としては小さいので、撮影するためには超望遠レンズが必要になります。 OMD のシステムと300の F4、 それに 1.4 のテレコンバーターをつけますと 840mm5.6 相当になるんですね。大体2キロぐらい肩から下げた状態で歩きながら探しながらね、野鳥を撮れるんですね。突然現れるシャッターチャンスにすぐに反応することができる。これが大きなメリットじゃないかなと思います。基本的にその野鳥そのものが好きなんですけども、できるだけシャープに撮りたいですね。この300の F4 っていうのは 1.4 のテレコンバーターをつけた時でもこのシャープ感が維持されてるっていうのは非常に大きなメリットだと思います。今回はですね、流氷の海を飛ぶオオワシのイメージを撮影しました。拡大しますと顔周りの、特にその野生味を帯びた目のあたりとかですね、くちばしの質感、あとね、このくちばしの先端をよく見ますと水滴がね凍ってるのが分かるんですね。解像力っていうのは素晴らしくって、自分がイメージしていた絵っていうのがこうやって残るってことは非常に素晴らしいことだと思います。最終的にはイメージセンサーとレンズとのバランスだと思ってるんですけども、この300の F4 というのは絞りの開放からですね、キレのある描写を見せてくれまして、羽毛の一本一本まで改造してくれる。そしてその、野鳥の持つ、生命感というか躍動感というのを細かく描写してくれる。非常に気に入っているレンズです。